笹見みゆき。上官。谷崎淳一郎。十八。原石地、兵庫県姫路市立町二十番地。現住所、神戸市田区青谷四丁目五百五十九番地。野村美野吉。明治二十六年九月生。学歴、大正五年東京帝大農家卒業。現職、兵庫県農林課勤務水産技師。 家庭給備近親関係、大正11年田中家の次女徳子を目取り1 1男1条を生む。長女派3歳の時死亡。妻徳子派昭和10年流巻にて死亡。ついで11年長男も13歳にて死亡す。両親母よくようさ。り、妹一人あり、大竹に嫁し、東京に住居す。以上。大志の裏に、 本人自筆のペン字でこういう事項を記載した主殺型の写真が、ユキコの女学校時代の同窓である、ン馬夫人から郵送されてきたのは、3月の下旬頃のことであった。ユキコは、それを受け取るまでは、つい忘れていたのであったが、そういえば、去年、ちょうど、瀬越との間の話が低頓していた11月の末のある日、大阪の桜橋交差点のところで、 神馬夫人に行き合って二三十分立ち話をしたときに、ユキコの噂が出、不運、そんなら、あの妹さん、まだ結婚しやはれへんの、というようなことから、ええとこがあったら世話してほしいねんわ、とそう言って別れたことがあったのを思い出した。でも、その時は、瀬越氏の話がまとまりそうな気がしていたので、半分は、お愛そのつもりで行ったのであったが、人馬夫人の方は、 心にかけていてくれたと見えて、その後、妹さんは、どうしておいでになるか、実は、あの時はうっかりしていたが、私の夫の恩人にあたる、関西電車社長浜田常吉氏の重邸で、千年祭君に死に別れて、もっかご祭を求めている人があり、ぜひ、良い縁を探してくれるようにと、浜田氏から、熱心な依頼を受け、本人の写真まで預かっている口があるので、ふっと。 妹さんのことを考えついた。夫は、その人をよく知っているわけではないが、浜田氏が保証するからには間違いのない。ゆきコは、それを受け取ったという挨拶を兼ねて、すぐ令状を出したことは出したけれども、去年、伊タに責められて懲りているので、今度は、安請け合いをしないことにして、ご親切は、身にしみて、片付けないが、このお返事は、12ヶ月待っていただきたい。というのは、 ついこの間一つ縁談があったのを破談にしたばかりのところなので妹の心理状態を考えるとここしばらく期間を置いて次の話を持ち出した方がよさそうに思うそして今度はできるだけ慎重を期し調査も十分にした上でお願いするものならお願いしたいご承知のようにあの妹はだいぶ根期が遅れているのであまり度々 まあ今度は慌てずに自分たちの手でゆっくり調べてから良いとなったら本家に話をしその上でユキコにも言うことにしようと定之助とそんな風に話し合っていたのであったが正直のところユキコはそれほど気乗りがしているわけではなかったもちろん調べてみないことには何とも言えないし財産のあるなしが全然書いてないけれども台紙の裏の記載を読んだだけでも のの時よりずっとと条件の悪いことが分かる第一に年齢が定之助より二つも上であるということ。第二に初婚でないということ。もっとも千歳の子は二人とも死んでしまっているのでそれは気楽であるがユキコが見て何よりユキコが良い返事をしないであろうと思われるのは風呂斎の点で写真で見たところえらく老けていて。 ジジい感じむ感ののする顔なのである。顔なであ実物はまた違うということもあろうけれども、求婚のために送ってきた写真がこうだとすると、おそらくこれ以上老けて見えることはあっても、若く見えるということはあるまい。何も講談師でなくてもよいし、実際の年は、帝之助より上であっても構わないが、二人並んで杯をするときに、花婿の風彩があまりじーじいして見えるのでは、 ゆきコがかわいそうでもあるしせっかく世話をした自分たちにしても劣跡の親類たちに対して鼻を高くすることができないやはりいくらかは新郎らしい若々しさというのが無理ならどこかはつらつとした色艶のよい張り切った感じの人であってほしいそれやこれやを考えるとゆきコはどうもこの写真の人では気が進まないので差し当たり急いで調べようともせず そのまま1週間ばかり握りつぶしていたのであった。が、そのうちに気がついたことというのは、先日、写真在中とした郵便物が届いたときに、ユキコがちらと見て知ってはいなかったであろうか、そうだとすると、黙っていては、かえって隠し事をしているようで、変に感じはしないであろうか、ということであった。ユキコとしては、ユキコの様子に、 表面何の変わったところも認められないようなもののこの間のことがやはり多少は精神的に相違をとどめてはいないかと考えそうやつぎばややに後の話を持ち出すことは控えた方が良いと思っていたわけであるがどこからか写真を送ってきているのに中安ちゃんはなぜ淡白に打ち明けていってくれないのかとこちらのせっかくの心遣いを 不自然な細工をしているようにとっても困る。そのくらいなら、いっそ、最初に写真を示して、肝心の当人が何と言うか、反応を見るのも、一つの方法であるかもしれない。と、またそう思い直したので、ある日人戸へ買い物に出ようとして、ゆきこちゃん、また、一つ写真が来てるねんで。と、ふっと言いながら、答えは待たずに、これやわ。と、すぐ、 ヨーダンスの小中出から出してみせた。その裏に書いてあるのを読んでごらん。ユキコは黙って受け取って、写真はちょっと見ただけで、裏を返して読んでいたが、誰から送ってきやはったん。ユキコちゃん神馬さん知ってるやろ、女学校自分にいまい言うてはった。ふん。いつやったか、あの人に道で会うたとき。 ゆきこちゃんの話が出たよってに頼んだことがあってんわそしたら気にかけててくれはったと見えてそれ送ってきや発展別に今すぐ返事せんならんことないねん実は今度は先にすっかり調べて下手からゆきこちゃんによう思うててんけど何や隠してるみたいになっても決体なさかいまあ見せるだけ見せとくわな手にある写真を持て扱って 違い棚の上に置くと廊下の欄干のところへ出て行ってぼんやり庭を見下ろしているユキコの後ろ姿に向かってユキコは続けた今のとこユキコちゃんは何も考えへん考えへんは。 谷崎純一郎全集第19巻中央公論新社2015年6月10日初版発行と谷崎純一郎全集第15巻中央公論社1968年1月25日発行では考えん家庭年ねん気進まんかったらこんな話聞かなんだことにしときなさいせっかく言うてきてくれはったよってに調べてみよう思うてるけど中あんちゃん ユキコは、何と思ったか、静かにこちらを向き直りながら、努めて、口元に微笑を浮かべるようにしていった。縁談の話やったら、言うてほしいねんわ。あたしかて、そんな話がまるきりないのんより、何か彼か言うてもろてる方が、ち愛があるような気するよってに。そうか。ただ、見合いだけは、よう調べてからにしてほしいねん。外のことは、 そんなに難しゅう考えてくれんかてええねんは。爽快な。そない言うてくれると、あたしかて、ほんまに骨折害があるねん。ユキコは身支度をしてしまうと、そんならちょっと、晩のご飯までに帰ってくるよってに、と言いおいて一人で出かけたが、ユキコは、姉が脱ぎ捨てていった普段着をえもんだけにかけ、帯や帯締めを一とまとめにして肩寄せてから、なお、しばらくは、 手すりにたたれてて庭を見ていたアシアのこの辺りは元は大部分山林や二十歳だったのが大正の末頃からぽつぽつ開けていった土地なのでこの家の庭などもそんなに広くはないのだけれども昔の面影を伝えている大木の松などが二十三本取り入れてあり西北側は林下の植え込みを隔てて六甲一帯の山や丘陵が望まれるところからユキコはたまに 上本町の本家へ帰って45日もいてから戻ってくると生まれ変わったように気分が生成するのであった彼女が今立って見下ろしている南側の方には芝生と花壇がありその向こうにささやかな月山があって白い細かい花をつけた小手まりが岩組の間から県外になって水のない池に垂れかかり右の方の右側には桜とライラックが咲いていた ただし、桜は雪子が好きなので、たとえ、一本でも庭に植えて、自分の家で花見をしたいからと、二十三年前に入れさせたもので、それが咲くときは、その木の下に将棋を出したり、毛線を敷いたりするのだけれども、どういうわけか育ちが悪くて、毎年すこぶる貧弱な花をしかつけないのであるが、ライラックは、今雪のように咲き満ちて、方向を放っていた。 まだ目を出さない先段と青ぎりがあり、先段の南に、フランス語でセレンガという漢木の一種があった。ユキコたちの語学の教師であるマダム塚本というフランス人が、自分の国にたくさんあるセレンガの花を、日本へ来てから見たことがなかったのに、この庭にあるのは珍しいと言って、ひどくゆかしがってから、ユキコたちも、この木に注意するようになり、普通は辞典を引いてみて、日本語では、 薩摩うつぎというところのうつぎの一種であることを知ったが、この花の咲くのは、いつも、こでまりやライラックが散ったあと、離れ座敷の袖書きのもとにある八重山吹の咲くのと同時ぐらいなので、今は、まだ々、ようようバカバが目を吹きかけているだけである。その薩摩うつぎの向こうが、シュトルツの裏庭との境界の金網になっていて、網に沿うた青霧の下の、 午後の陽光がうらうらと照っている芝生の上に、悦子が、さっきから、ローゼマリーと2人で尊虚まりながら、ままごとをしていた。2階の欄干から見下ろすと、玩具の寝台や、洋服ダンスや、椅子や、テーブルや、西洋人形など、こまこましたものが並んでいるのが、残らず見分けられ、2人の少女のかんだかい声が、はっきり聞き取られるのであるが、 二人はユキコに見られていることに気がつかないで、遊びに夢中になっていた。ロージェマリーが、これ、パパさんです。と、左の手に、男の人形を持ち、これ、ママさんです。と、右の手に、女の人形を持って、両方から顔を押し付けては、口の中で、ちュっと舌を鳴らしているのが、最初は、何をしているのやらわからなかったが、なおよく見ると、 二つの人形に切吻をさせているのらしく、自分で、チュッと舌を鳴らすのは、その音のつもりらしいのであった。と、ローゼマリーはまた、ベビーさん来ました。と言いながら、ママの人形のスカートの下から、赤ん坊の人形を取り出した。そして、何度も一つことをして、ベビーさん来ました。ベビーさん来ました。と言い続けるので、 来ましたというのが生まれましたという意味であることが察知られたが西洋では赤ん坊はコウノトリが今日植えてきて木の枝に置いていくのだという風に子供に教えると聞いていたのにやはり夜中から生まれることを知っているのだなと思いながらユキコは一人微笑ましさをこらえて少女たちのすることをいつまでもこっそりと見守っていた。